公益財団法人大阪国際平和センターは、大阪市中央区の大阪城公園内にある、戦争と平和に関する調査研究や展示を行っている施設。平成元年、大阪府と大阪市の出資により、財団法人大阪国際平和センターが設立され、平成3年に開館した。大阪大空襲など50回を超えるアメリカ軍の無差別爆撃により、 一面の焼け野原となり、戦争で大きな被害を受けた大阪において、それらの被害を記録し、戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に伝えるため、大阪府と大阪市が共同で設置した。展示室も設けられており、大阪に落とされた一トン爆弾の模型や写真、満州事変から太平洋戦争終結に、至りまでの戦争や原爆、アウシュビッツに関する展示がある。 開館から2014年8月までに188万人が訪れており、来場者の過半数は課外授業などで訪れる小中学生等である。2011年10月28日、朝鮮コーナーの写真4枚すべてが解説文の内容と異なっていたとして撤去された。これは大阪維新の会所属の不義による間違いではないかとの指摘を受けて調査した結果、 1939年以降に日本に連行された朝鮮人の証拠写真として戦前朝鮮に建設された水豊かダムの作業現場を撮影した写真及び1926年9月9日付の新聞に掲載された写真を虐待された土木労働者として1932年に撮影された写真2枚を 鉄道工事場での朝鮮人虐殺として展示していたことが判明したためである。解説文には昭和14年以降、労働力不足を補うため、朝鮮人を強制的に日本に連行して労働に従事させた。形式的に募集、寒圧戦などと称されていたが、実質的にはすべて強制だったと記されていた。 これらは1991年の開館時から20年以上に渡り展示されていた。展示を企画した担当者がすでに他界しており、どのような経緯で誤った写真を展示したのか不明だと言う。ありがとうございます。